時期卒業じゃん。確かにね、先輩たち。いや確かにね、大丈夫か。やばくねこれ。ちょっと早めに決めた方がいいぞ。そうだ、何を、誰を。いや設楽さん。それは設楽さんなんだろうでしょう。設楽さんを早めに落とした方がいい。これさ、もうさ、ちょっと俺もうこんなの実況者にあるまじき考え方かもしれんけどさ、はい、あの毎回プラネタリウム行かん。マジであのマジでねえよ。マジであるまじきだけど、とりあえずちょっと好感度を獲得できるまでは、ね、そのなんかあのイベントとか毎回行くと同じとこだと評価下がっちゃうんですよ。あだけど、はいはい、一回別のとこ挟んだらいけるから。いや、うん、それで行くんだったらプラネタリウムと水族館の往復往復でいいんじゃねえかな。ちょっとな、ちょっと怖いな。そこは今のところだって成功してるでしょ。うん、いやそれ行きたいよ。兵士と少年のヒューマンドラマとか見さしてさ、リアクション聞きたいよ、設楽先輩の。怖いんだもん。シルクドリュウも行きたいよ。シルクドリュウね、公共楽団絶対行こう。これは行こうか。これ普通に行こう絶対。いやこれでもいっちゃ難しいぞ。よかった、うわありそう、よかったねって言って、あの程度の音楽だ。いやそう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 、だから生、うわ設楽先輩って生半可ピアノかじってんじゃん。いやバカ、めちゃめちゃバチバチにやってるわおい。いやだからな、いろいろ思うところあると思うんだよな。いや難しいよな。リストバンド持ってたっけ俺。あ持ってないのか。持ってない。ふう、とりあえずはデートしようか。そうね、まあ、 ガンガン予約は入れてこう。設楽です。ああ本当は玉尾だってね、デート誘いたいんだけどさ、うん、いや気持ちはいっぱいなんだけど余裕がないんだよな。でそこプラネタリウムね。俺は嫌だ。もうやばいって。いやもうこの時点で拒否られてたら無理だよ。で水族館行こう。え、いや水族館2回連続になってない。まあなってないんじゃない。多分あれなってないと思うけど。前回何だったっけ。多分イベフードコートじゃなかった。あそうか。うん、でフードコート割とだったよな。うん、微妙だった。まあ、水族館行くか。うん。なんで？別にいいけど。あ、よかった。ちょっと苦手意識持つの良くないな、でもな。確かにちょっとメンタル面で負け癖ついちゃってる気がする。本は返却。あ、たま先輩。あ、久しぶりに。久しぶりに。よくないよ。二人の組み合わせで。ちょっと俺今体固まってるわ。ははははは。どうしたんですか。お前か。どうもしない、うん、本を返しに来ただけだ。したらこの二人のイベント多いな。そういう言い方は良くない。何先輩面してんだよ。したらだって威張ったような態度で。あ、この二人のがもう仲いいもんな。したらが本は後書きから読むって言うんだ。え、それのどこが悪いんだ。お前に迷惑かけてるわけじゃないだろ。なんで。だって結末を先に読むようなもんじゃないか。おい、信じられない、うん、共感できるな私。おー、もうダメだって。後書きから読むとなんか、あ、そういう感じで書いたんだ作者はっていうので読めるから。ダメだって、もうそのスタンスじゃ。いやもう全然あ全然私自分とかないから。だよな、その通りだよ。その通りで。いや今野さんはね、うん、お前は関係ないだろ、ね、なんで今野の味方するんだ、うん。いや別に今度そんな三田の世話で味方してるわけではないです。っていうか全然僕は本当は犯人知ってから読むタイプですからね。なんか全てのミステリー小説を古畑方式で見ていくタイプですから。あ、この人が犯人なんだ、でこの人はどうやっていくのかってそこに楽しみ見出してるわけで。何先輩面してんだよ。あ、怒んないでした先輩。なんか険悪なるイベント。え、これ何、これ下げイベント。いやそういうことじゃないと思うけど、まあまあいいんじゃない、それぞれのタイプが見えてね。まあ、今のもヒントになるのかな。いやでもやっぱ玉尾設楽先輩のこのなんか天才肌の感じは伝わったよね。ああ、ね、人とちょっと価値観違うよっていうところね。じゃあ戦争行きますか。戦争、うん、もうこの戦い、あーデート、ね、戦場に行きますか。確かにデートは戦争だ。よし、まず服装を、うん、ウルトラシックで行ってみるか、久しぶりに。まあちょっと趣向変えてみる、うん、ああいいんじゃない。でホワイトが入ってて、まあ扇子は持ってないし、リストバンドも持ってないんだよね。はい、遅い。すいません。俺が待たされたことに変わりはないだろう。間違えて早く来たんだよ。はい、いやーごめん。うるさいな。ほら、行くぞ。どうした。でもちょっと笑ってくれてるから、まあ許してくれてる。何突っ立ってるんだ。ああ。そういう格好すると
大人っぽく見えるもん。なんかやっぱ喜び方シックの方が喜んでるように見えるんだよ。そうだね、そうくるだろう、頬は絡めてるし、俺も合わせればよかった。体が正直ウルトラシックよりもその色、うん、最近よく見た。嬉しいは嬉しいみたいなんだけどね。あ、それを取り入れたわけか。悪くはないんじゃないか。このあたりはね、ちゃんと、毎回ここは押さえて、ここはちゃんと上げていく。どうする？あ、待って、ね、イルカショーがちょっと前回しくじったんだよね。うん、しくじった。水族館に行こう。そうか、イルカショーリベンジ。いや、水族館に。なあ、そうだな。イルカショー、まあ行くぞ。うるさいしな。どうした？そうなのよ。うん。基本全部ダメみたいな。さっさと行くぞ。この時点での選択をミスってた可能性あるよ。水族館って言うけど。何ですか、何ですか。新しいの来るんだ。何ですか。何ですか、水族館の水族って。水属性。ちょっと待って、これでも、玉尾先輩と普段一緒にいるでしょ。うわー、こんなんもう分からんで。難易度高えな。めっちゃむずいやん。まず一応これまでの俺らのルールで考えたら、細かいことはいいんですわ、もううるさいよな。そうだね。なんだよみたいな、うん、なんで怒ってんだよ、聞いてるのにって。いや、そうだよな。だから一番上は絶対避けたいよ、さすがに。うん、だから真ん中と下がどっちでもいいよ、正直。一緒やもん。そうなんだよ。いや、普段玉尾先輩と一緒にいるから、真ん中とか下の子みたいな教えをこう感じじゃないのかな。いや、そうだよね。でもさ、真ん中と下って何が違う？水族館にいるのが水族です。水の中に住んでるのが水族です。水の中に住んでるのが水族です。じゃあ野生のあれも水族っていうのかっていう。そうだよね。いや、でも水族館にいるのが水族ですってやると、うん、じゃあ博物館にいるのは博物ってことか。はい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 。いや、行ってきそうだね。気を悪くしたら帰るみたいないうこと言いそうじゃん、やっぱさ。じゃあどこで気…まあ、いや、わかんない。もう地雷がどこにあんのか。下かな。下？俺は下押し。水の中に住んでるのが水族です。いや、上もあると思うけど、うん、上はもうちょっとなんかフォーム崩れすぎてると思うよ、俺。なんかそのさ、初めに選ばないじゃない。え、じゃあ水の中に住んでるのが水族です。じゃああれか、土の中に住んでるのは土族か。気分悪くした、帰る。なんでだよ。なんでだよ。うわ、でもそう考えると、でも細かいことはいいんです。じゃあ家族は家の中にいるから家族ってことだな。なるほどな。おお、あ、それかもね、確かに。うん、うわ、今思えば確かに細かいことはいいんですってやると、なんだよ俺が聞いてんのに気分悪くした、帰るぞ。いや、そらそらそうなる、ね、普通はね。だし俺らもそんなこと、こう水族館にいた時にさ、あ、水族館って言うけど水族って何って聞いてさ、はい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 、細かいことはいいんですって言われたらさ、え、まあ、会話になんないし、会話になんないじゃん。設楽先輩ちょっとはぐれメタル並みにすぐ帰っちゃうから、水の中に住んでるとか水族ですにするか。一旦ちょっと普通に生かして、うん、まあそうね、もうこれでちょっとこの調整したいわ、うん、自分の感性を、うん、じゃあなんで動物園は陸族園じゃないんだ。この辺は読み通り、まあこういうこと言ってくるだろう。まあまあかんな。なんだよ、調子に乗るなよ。調子に乗るなよ。もう帰って刺さるわ。どうした、いいよ、そんなには使っじゃ、それじゃ掃除道具片付けてくるから、なんか心削りながらもう攻めていくか。したら先輩を、いや俺は先輩に任す、合わせていくけどね。さてと焼却炉に、あれ、あそこにいるのは誰。おい、何そのイベント。おお、何何何、なんすか。設楽先輩だ、うん、教室の掃除当番なのかな。はい。ずっともむせてんじゃん。かわいい。あれは叩く位置が悪いんだろうな。もっと下で叩けばいいのに。あと黒板消しどうしよう、あの擦り合わせて煙出てるみたいなやつやりな。校舎裏の掃除当番なんです。これからゴミを捨てに行くところで、うん、ちょ、なんか。なんで俺、いや、叩くよ叩くよ、あ、なんで俺がこんな、くそあ、もっと手を伸ばして下の方で叩いた方が、上の方でやってんだ、うるさい、上固定して、どう叩こうと俺の勝手だ。うるさい、すごいじゃん、あっち行け。でもいや、面白いやつ、ひどい、後からのこのこやってきたお前が悪い。でもこうすると、うん、むせないな。お、気づいた、うん、でしょ。はいはいはい、うるさい、あっち行け。
あー、このツンとしてるのが設楽先輩なりの愛情表現だったのかな、今までも。ちょっと頑張るか。いや頑張ろう、今まで頑張るか。いやそうだな、うん、面白いわ、こんな難しい人見たことないもん、ガールズアイでやってて。同じコースでもこっちだとおまけがつくんだ。ああ、ん、何が違うんだよ。あ、いや、したら俺声する。うん、新幹線でソフトドリンク。ああ、たまおじゃねえかよ。めちゃめちゃこの2人のイベント起きるじゃん。いや、いいじゃないっすか。どうでもいい。よくない、うん、どうせなら得な方がいいだろう。すっごい仲いいね、この2人ね。好きだね。眠観光ガイドに乗らない滝巡り。誰のハートだったんだよ。いや、完全にこの2人のアイアイガスみたいになっちゃったよな。滝の裏なんか。え、旅行行くの2人で。何が楽しいんだよ。普段見れないものを見るのがいいんだろう。2人で温泉行こうとしてるってこと。修学旅行。いや、違うよ、卒業旅行じゃない。ださあ、そうだよ。そうだね。あれ、なんか玉尾さん、うん、表情柔らかくなった。旅行のパンフレット、玉尾さんの方。あ、じゃあ、ごめんごめん、設楽さんの方てきたんだ。気の早い話なんだけど。そうだよね、卒業旅行の話で周りが盛り上がっててさ。あ、そうだよね、卒業旅行だよな。そういうやつに限って、え、なんか顔色が良くなった気がする。なったなった。で、ちょっと目が大きくなってる。さっきの黒板消しパンパン好感度アップのイベントかで、ネクストレベル。なんだよその顔。来たんじゃない。お前はどこに行きたい。とろけさせてーじゃん。あ、ちょっと待って、これ見たことないよね、この笑顔ね。ないね。お前どこに行きたい、そこでいいよ。だって俺が何言っても今度。なんか私が決めるっていうより私も行きたい。何勝手に選択肢出してんすか今。どうしよう、ね、ニコエド村とか、そワールドワイドだから。滝の裏とか化石掘りとか地獄巡りなんかには行かないからな。めっちゃ面白そうだ。めちゃめちゃ面白そうだ。超行きたい。どれも面白そうだよ。やべえ、こんのと波長あっちまう。これ来てますね。もしもし、電話、今野です。はい。お、あれ、これから出てこられるかな。え、なんで。今横に設楽もいるんだけど。なんですか、なんですか、なんですか。待って待って待って、どういうこと。今横に設楽もいるんだけど、君も呼んだらどうかっていうのは設楽先輩がってことだよね。うん、嘘だろ、来てんだ。余計なこと言うなーって設楽が。うるさい、バカバカ。ちょっと待って、これやっぱりネクストステージ行ったね。来ました。近くにいるからお前も出てこい。行かせていただきます。よし、行きます。じゃあ森林公園入り口で待ってる。待って、これ最速スピードで来いよ。もしかして女の子なんだから時間がかかるに決まってるだろう。うわ、玉尾さんは私への気遣いもしっかりしている。でもぐいぐい引っ張っていく設楽さんもいるし、ま、なんだなんだなんだこれは一体。ちょっと待って、でもあれかも、俺、いや、これはやりすぎかな。何、こんな時間か。今ネクストステージに行ったじゃん、うん、こうなったら、うん、逆に玉尾先輩の方にちょっと行って。バカいや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 、で設楽先輩のジェラス。いや、そんな、まだ早い。いや、ジェラスの前に、うん、の単純に設楽の好感度が卒業までに追いつかない可能性あるからね。いつもだったらバッチリ好印象バチバチ取りに行くけど、うん、俺今回自信ないからね、バッチリ好印象そんな取れる。いや、でも今玉尾行くことによって倍倍で来るんじゃないの。いいよ、じゃあ玉尾に行きましょう。いや、俺も自信はないよ。そんなこと言われたら。また3人で出かけようよ。まだまだ話していないし。いや、でも玉尾の評価も確実に高いんだよな。賛成。決まりだな。それじゃあ次からは適当に連絡回すってことで。うわー、すごい楽しい。何か思いついたら君からも連絡くれるから、しかも遠慮しなくていいから。喋ってたらデート終わっちゃってたんだね。そういう時は2人のどちらかに電話すればいいのか。え、ってこと、3人でデート行けるようになったってこと。じゃあ3人でデート行けばいいじゃん。え、マジ。今のさっきの2人の問題が解決したよ。これガールズサイド3はさ、やっぱりルカコいるのもあって、だからこれ3人のトライアングルがテーマなんだよ絶対。うん、え、ちょっと待って、大変なことになってきたな。マジ大変なことになってきてますよこれ。書く。もう、あ、トライアングルルート入ったね。止まらないです。止まんない。うわ、もう向こうから来るやん。嘘やろ。あんたボーリングなんかすんの。一番俺らが避けてた。もう動けないって言ってたじゃん。もうなんかもう本当に、ね、あと指大丈夫。いや、そうだよ、行く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 、決まりだ。何の予定ないよ、待ち合わせは。いや、これさ、玉尾先輩と仲良くして正解だったね。大正解。ああ、それでいい。今広場ね、今広場、オッケー。
絶対遅刻したらお前だけ置いてくからな。2人でボーリング行くつもりかよ。僕一人だけになったらどうしよう。ちょっと待って、うん、夜道今野先輩の足バットで折るか。なんでいや、どういうこと。そうしたら設楽先輩と二人きりになれるよ。怖すぎる。途中まで一緒に帰んない。はい、いいよ。じゃあ来てる。やべえ、モテキ来てる。モテキ来ました。おいおいおい、桜井弟じゃねえか。おい、新キャラ。これ絶対嫌じゃない。新キャラ。おいおいおい、わかんないよ。だっておめえはなんだ、てつこ面白い女。ザコみたいな、ザコみたいなやつ。これでもハテナまだいるからね、可能性あるぜ。本当にいたら俺結構、おーやばい、これ新キャラじゃん。あー、一瞬誰かわかんない。なんかエロティック好きなのこいつか。うわ、え、これ流行キャラ、これ流行、これ流行キャラでしょ。キャラですか。あー、いや、だいぶまあいろんなパターンの男子を用意してくれたってことなのかな。そうで、あの同学年先輩で、これ学外の人っていう。あー、いや、これあるぞ。マジかよ。チャラチャラ女ずっ、こっちかー。いや、こっちはありえるじゃろ。いいな、だって履かないんだぜ。これ一応人の夢って書いてんじゃん。いや、これマジでありえんじゃない。ありえるか。いやいや、だって学生でしょこれ。いるか、こんなやつ。ガールズサイトの攻略対象に。これ来年、これ来年卒業の先輩じゃん。番長でしょ。胸毛生えとるぞ。いいじゃねえかよ。いやいや、胸毛チョンってすんだろ、スキンシップで。ねえって、クイってやって胸毛引っ張ったりとか、あとあの、ね、寝てる時にいびきかかないように鼻の穴広げるやつをつけてるし。それ用じゃねえだろこれ。なんで昼間からつけてんだよ。なんやの、この人たち。評判の悪いよたかど高校。高校。なんですか、よたかど高校って。あのさ、今オフなんだよ、うん、いや、学外の子もいいよ。でも、いや、これ攻略対象と DLC できたら俺絶対買うわ。行きたいよね。いや、これ、だキャラ作り込みすぎじゃない。だって坊主だけど襟足だけ伸ばしてんだよ。すごくない。いや、完全にクローズバーストですって。そうだね、クローズだね。宝泉の。そうだね、宝泉のやつ。品川さん原作の宝泉の、あの 2年度一番強いやつみたいな。これいいよ。でも履かないし。今日は随分大人しい。こっちの可能性もある。こいつも面白い。これ第2弾ダウンロードコンテンツ、ね。兄貴がいねえとダメか。兄貴がいねえとダメか。ちょっと待って。あ、名前決まっちゃったよ。ヨタカド A、B で。あと、お前が B かよ。待てこれ。確かにな。今なんか言った。これ、ヨタカド A、B とのトライアングルコースもあるんじゃない。え、C もいるもしかして。今回、あ、じゃあヨタカドは A、B と鉄子だね。トライアングルと。ヨタカドのやつらのトライアングル見てても面白くねえよ。あ、ヨタカド AB と確かにな。これあるよ、今回トライアングルが。来週の土日、日曜、一緒に駅前行って水族館見に行かねえか。いいじゃん。おい、絶対行かねえと言わせねえからな。いや、来週は牧場だからな。アクティブが好き。友達と話あるからさ。今日はここで。ごめん、夢中じゃん。ルカよりもどんだけヨタカドのやつらの話すんの。いや、そっちに目いっちゃうよ、キャラ濃いんだもん。いい、行けよ。え、でも電話番号聞きたい。お前から行くんかい。大丈夫かな、ルカ君。怖いけどやっぱり戻らなきゃ。どうした、ビビって声も出ねえか。あれ、待っててやるから兄貴呼べ。ピーピー、うるせえんだよ。来いよ、おら。ああ。ああ、なるほどね。でもな、ヨタカドが心配。ちょっとイケメン見すぎて、ちょっとルカ君に慣れちゃってるから。ヨタカドさん。ヨタカドさん。ヨタカド。どうしなきゃ、早く止めなきゃ、ヨタカドたちが。やめてやめてよ。私の友達なんだって。これから狙いたくなるんだから。あ、びっくりした。通行人高校かと思ったら違った。通行人高校の A。お前たち、警察呼んだぞ。マジで通行人 A、B とトライアングルある？それもありえるぞ。通行人との、え、見せてくれ。やっぱり年上と付き合いたいもん。A と B、 学外の大人と付き合ったら背伸びしたいもん。それはほら、これもしかしたら下手したら悪者はルカの好感度アップイベントの可能性もあるな。まあそうだね、あんなかっこいいスチルにぶつけられたらね。だから先帰れっつったろ。いや、本当にモテキ来てますね。俺もびっくりした。やめてって、うん、すげえでかい声で。ヨタコーなんだ。ヨタコーのやつらビビってた。
いやごめんね、今日はルカあんなに頑張ってくれてたのに。一緒にいるときはさ、絡まれないようにする。いやまあルカ君もかっこよかったよ、かっこよかった。でもちょっと私たちイケメンになりすぎちゃってるからな。たまに口直しじゃないけど。バイバイ。これでもな、ルカコのイベント進めてったら、ルカがヨタコのやつらに捕まって駅前の工場でぐるぐる巻きになってるイベント見れるんだろうな。わあ、それをコと一緒に助けに行くみたいな。あーめっちゃ面白いから、そういうの。めっちゃ不良漫画じゃんそれ。でそこで大迫先生がさ、ああ半端ねえ半端ねえ大迫が僕と思って教育的指導の時間だなって言ってるんだよ。でタラララララーっつって肩掛けのあのキーボードみたいなピアノみたいなのを持って、うん、設楽先輩が大迫先生あんただけじゃ心もとないと思ってねっって戦いには戦略も必要ですよって言って、玉尾先輩もヨタコのデータは完全にこの頭の中に入っています。みんなーってでそれで、まあ、ルカを助け出した後に、うん、なんかもう後ろの方でこう影のような、うん、羽ばたき学園面白そうな学校やなって言って、あの流行キャラのやつがさ、流行キャラのやつ見たーそこで登場出てくる。いいとこ全部持ってくるじゃん。結構面白そうな学校やんけやっていう面白いやつ。嵐が全然出てこない。嵐が一回も出てこない。ほんまや、嵐だけプールで感心してる。一方その頃市民プールではっつってビリーってダメですよ、飛び込まないでください。あでも待って、ちょっと嵐が今ピピーってやったじゃん、うん、でもそのホイッスルがパキン、ホイッスルが割れた、なんか嫌な予感がするぞ。それだけ。その役かよ。いるけどそういうやつも必要やけど。気はしないんだ倉庫に。何やね、楽しんどるな。やりたいな。うるしくでいく？そうだね。で、まあ、9月も初旬だから黄色、あの緑色のあったかさでいいと思うんだ。そうだね。うん、これでいってみようか。そうね、まあちょっとウルトラシック、ちょっとやっぱさすがにこのなんかしたら、あの玉尾先輩ファッション、うん、被る、玉尾先輩でワンチャン被る可能性があるから。ああそうだね。ちょっとめっちゃっち変な感じになっちゃう。うんうん、うん、3人デートなのに。そうだね、これでいこう。これでかれるともうできてると思う。一緒に要注目と言っても、あ、結構そういう感じなんだ。人を待たせるのが嫌いなんだ。勝負だから気にしなくていいよ。友達先輩に待たされたことなかったっけ？デートの、まあ、いやまあまあ結構あるかな。あ、よかった。あ、いいですね。意外に早いかな。いや、わかる。なんか今日行かないことにした。うん、悪いなみたいなこともありそうだもんな。だからあいつはっつって2人でじゃあ行こうかっていう。悪くないんじゃないか。あーよかった。それ本当に普通に俺も合わせればよかった。3人でデートできてる感じだね。そうだね。やっぱちょっとボーリングがうまいと何かいいことでもあるのか。いや、お前が行こうっつったんやん今日。あ、これもう終わった。違う違う、これから多分ボーリングのデートだけど、うん、アンさんがボーリングに行かないかって言ったら、ボーリングでも行こうかみたいなこと言ったんじゃないか。これでも終わったんじゃん。人よりも楽しくやろうよ。これからやると思うな。ああそっか、じゃあ、あーなるほどね、保険かけてたのか。玉尾先輩すごいストライク。ああ、意外とたまたまうまくいったな。たまたまうまくいったな、玉尾だけに。あは。え？今の僕ガーターですけど。悪かったな、ガーターで。悪かったな、ガーター。ごめんなさい、ごめんなさい、別に。あ、そうか、コンビ組んでるから。設楽先輩をいじったわけじゃないんですよ。全然その、まあ、例えというか、僕が今のは悪かったんです。そうね、ちょっとこの二人コンビだから、まあ、そうだね、確かに、うん。悪いなって言ってないだろ。相方のへの悪口はやっぱ自分への悪口みたいな。ボーリングのレーンは狭すぎる。構造的欠陥だ。あれつけようよ、なんかあの滑り台みたいな、ゾウさん滑り台みたいなやつ持ってきてあげたよ。あの投げずにいいやつね。なんか今日お前だよ。十分楽しんだけどな。僕は満足。え、これで好感度下がるってある？グズグズするなよお前。あ、でもどうなんだろう。ちょっとでもリードしてくれて。お疲れ様。いや、それじゃって、下らから行こうって言われたんだよ。いや、そうだよ、ボーリングはな。そんななんか、地獄の逆マッチポンプみたいなのある？わかんない、もう、下ら先輩は自由だから。ハマったら最後。うわ、もみじ行きたいね、紅葉。え、プラネタ行くの？それでも。え、待って、何これ。初恋三部作の2作目、初恋の行く道が発売。羽ばたきブックストアでキャンペーン。羽ばたきブックストアってなんだ？
本屋。見たことないぞ、羽ばたきブックストアなんて。商店街。あと KCH 公共楽団行こうね。あ、10月ね。勉強がちょっといい感じで。季節はハーフパンツグリーンハットか。了解しました。よし。じゃあちょっと秋これから。OK です。新しい季節頑張っていきましょうや。よろしくお願いします。やばいこと。ちょっとなんか、はい、いい感じになってきましたね。いい感じになってきたよ。ちょっとスランプ脱却したんじゃない？ね、ハラハラしたから。大作界超えたよ。厄年だったから。そう。いつもあなたの暮らしに微笑みを。チャンネル登録よろしくお願いします。